アーニャ、今日も一日学校頑張った。アーニャちゃんね、知ってる？ああ、ベッキー。あのね、学校のトイレにお化けの花子さんが出るらしいの。お化けの花子？そんな名前の子いたかな？お化けよ、お化け。本物のお化けがトイレに出るらしいのよ。うわあ、それは怖い。見に行ってみたいな。あ、私これから塾があるの。またね。ああ。ベッキーと一緒にトイレの花子さん見に行こうと思ったのに。あ、アーニャ、学校終わったの？お疲れ様。あ、フリーレン。フリーレン、トイレの花子さんって知ってるか？トイレの花子さん？初めて聞くけど、それは何？お化けみたいなんだ。お化けか。お化けって魔物みたいなものかな。多分そうだと思う。フリーレン、一緒にトイレの花子さんを見に行かないか？うん。見たことないものには興味がある。行ってみよう。よし、じゃあ学校のトイレへ、レッツゴー。ここが学校のトイレか。アーニャ、後ろに隠れてどうしたんだ？なんだかお化けって聞いたら怖くなってきた。大丈夫。魔物みたいなものだったら魔法でやっつけられるだろう。それにどうやら、花子さんっていうお化けはここにはいないみたいだな。本当だ。ただの普通のトイレだな。うん、そうだ。ああ、ほっとしたらアーニャトイレ行きたくなってきた。ちょっとトイレ行ってる。わかった。私は先に出ているよ。なんだ、ベッキー脅かすから、びっくりしちゃった。嘘の噂話だったのかもしれないな。嘘じゃないわよ。どうしたんだ、アーニャ。花子さんが出た。本当か？フリーレン、一緒にトイレに来て。わかった。花子さんがいたんだ。トイレを見てもいなそうだけど。でもいたんだ。花子さんってどんな感じだった？なんだか、おかっぱ頭で黒かった。そっか。アーニャの学校の生徒にそういう子はいないの？アーニャの学校の生徒にそんな子いない。そうか。でも、現れないことにはどうしようもできないからな。アーニャ呼んでみようかな。呼んでみる。呼んでみたら来るかな。うん、試してみる。花子さん、遊びましょう。いいよ。わあ、やっぱり花子さんいた。遊びましょうって言ったのはあなたでしょう。怖いよ、フリーレン。あ、こんにちは。私の名前はフリーレンだ。私は花子よ。フリーレン、すごく冷静に挨拶してる。トイレの花子さんっていうのは君のことかな。多分そうだと思う。私、お化けなんだけど、なぜかこのトイレから離れることができないの。そうか。私はそういったことに得意な魔法使いだ。魔法使い？何か心残りだったことがあるんじゃないか？心残り、それは、お友達と遊びたかったことかな。私はお友達ができなくて。そっか。じゃあ、私たちとお友達になろう。え？友達になってくれるの？もちろんだ。ああ、嬉しい。やっとお友達ができたわ。お友達ができたら満足しちゃった。二人ともお友達になってくれてありがとう。じゃあ。あ、消えちゃった。お化けがどっか行っちゃった。そうだね。未練がなくなったのかも。よかったのかな？うん、きっとよかった。とってもいい顔をしてたから。さ、解決したし、私たちも外で遊ぼっか。うん、そうだね。みんなは怖い噂聞いたことがある？怖い噂を聞いたことがあるよっていう人はコメント欄に書いて教えてくれると嬉しいな。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリーよ。そうそう、
動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブーム